階段を4階で見るとほらカバー、それにエリアワンなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないよ。ジャングルではいつだって食事の時間だからね。そういえば出発する前に駅で機関車に水を補給していたんですが、気がつきましたか。あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あって、それぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんです。今皆さんが乗っているのはリオグランデコースです。このウエスタンリバーテストはただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは何か時間を遡りアメリカの西部開拓時代へと入っていきます。
列車が完全に止まるまで座ったままで待っていてください。